10月15日の宇野塾中心をお送りしています。画期的な AI に必要なもの、今日2日目ですね。人工知能を現代の限界を超えるレベルに押し上げるための競争が繰り広げられている。今日2日目です。これは投資家にとって恐ろしいことだ。 AI に大きな賭けをしている投資家は多い。彼らは AI モデルで最も一般的に使用されるチップを設計する NVIDIA に群がっている。同社の時価総額は過去2年間で2兆5000億ドル増加した。ベンチャーキャピタルやその他の投資家は2023年の初めから AI スタートアップに950億ドル近くを投じている。チャット GPT を開発した OpenAI は1500億ドルの評価額を満たしていると伝えられており、そうなれば世界最大の非上場テクノロジー企業の一つとなる。パニックに陥る必要はない。これまでも多くのテクノロジーが限界に直面しながらも人間の創意工夫によって繁栄を遂げてきた。宇宙への有人飛行の難しさは現在では地球でも利用されている技術革新につながった。1970年代の石油化学ショックはエネルギー効率の向上を促し、一部の国では原子力を含む代替発電手段を導入するきっかけとなった。それから30年後フラッキング、水圧破砕法により、それまででは採掘に経済的合理性がないとされていた石油や天然ガスの埋蔵量に手が届くようになった。その結果アメリカは現在どの国よりも多くの石油を生産している。今日2日目ですね。で、まあ、投資家は AI にかけていてですね、まあ、NVIDIA に至っては過去2年間で時価総額が2兆5000億ドル増えたわけですね。で、2023年の初めから AI スタートアップはベンチャーキャピタルによって950億ドル近くも投じられていて、オープン AI の評価額は1500億ドルまでになっているわけですね。で、まあ、そうは言ってもですね、こういうテクノロジーが今発展しているわけですけれども、過去を振り返ってみると、まあ、石油なんかもそうですけれども、フラッキングなどの手法によってアメリカは世界最大の石油生産国になったりしてますので、まだまだ我々がパニックに陥る必要はないということが言えると、ここでは言ってますね。